それでは第2ブロックの第2試合始めてまいりたいと思います。幕府対福岡第一高等学校 A チームです。波動ファイト。さあまずは幕府側のステータスからご紹介していきたいと思います。あ、同じステータスですね。さあお互いに同じステータスなわけなんですけれども、まず幕府1番奥側、お友秀選手が取っていきましたね今ね。1番奥側の森選手が4321、そして真ん中金時選手が1135、手前の M 杉選手が5221といったステータスです。そして福岡第一高等学校 A チームは1番奥側千尋選手が5221、真ん中の友秀選手が2251、手前春樹選手が4321といったステータスです。同じじゃなかったです。チャージとシールドで変わってましたね。さあ福岡第一高等学校 A チームが3点のリードです。さあ結構ねチャージが来ましたよ、2251。さあばらまいてシールドを割るのが非常に早いチャージを持っている春樹選手がシールドにすかさず入っていく。残り時間は10秒。この3点差はでかいか、しっかりと逃げ切っていきたい。さあ幕府追いつくことができるか、千尋選手が点数を取って試合終了。3対7、福岡第一高等学校 A チームの勝利です。おめでとうございます。We'll be right back.